今日はね、いつもお世話になってる、お姉さんのところに来てますね。お姉さんの、ね、ところに来てるんですけどもね、お姉さんの結局、息子さんがね、今度ね、会社で新しく事務所を開いたところで、そちらの方にね、来てるんですけれども、実はここにあるモンステラ、これね、うちにあったモンステラなんですね。それが、お姉さんのところに行って、ね、原ちゃんと言いますけどね、原ちゃんのところに行って、で今これだけ大きくなった。でね、実はね、これ鉢があまりにも小さすぎて、このままだと倒れてしまうので、ちょっとメンテナンスをお願いしますということで、ね、今日伺ったんですけれども、こちらの方今日やってみたいと思いますので、よろしくお願いします。原ちゃんっていつも言ってますけども、原ちゃんの方にこう伺ったんですけど、自分の方からね、原ちゃんのところにはね、こうモンステラの他に、あとレモンですよね。今日ね、レモンも来てるんですけど、ジャンボレモン、ジャンボレモンね、今年収穫されたってことでね、後ほどね、ジャンボレモンちょっと剪定、そちらの方をね、ご案内しますんで、ぜひとも見てください。じゃあ先にモンステラの方をやってしまいましょうか。はい、ね、はい、この大きさ、このモンステラね、これ今入ってるのが8号の鉢なんですね。8号ですともう全然足りない、大きさが足りなくて倒れてしまう。で、こちらの方に今日用意したのが12号の鉢ですんで、12号の鉢に入れ込んでいこうと思いますね。これ多分お水あげてありますよね。お水あげてあるんで結構重くなってますけれども、まあ、とりあえず土の方ね、土の方、レモンのブレンドと同じで大丈夫、いけますんで、レモンの土残ってるやつ今日持ってきたんですけど、こちらの方に。硬質タイプ、硬いやつ。赤玉でも硬質タイプじゃないと溶けてついてしまいますから、硬質タイプ、硬いやつ。でこちらの方を。あとに追加して作りますけど、いっぺんに作りすぎないんで、これで今度は鹿沼土もやはり硬質タイプ、これも硬いやつですね。結構じゃあ力いっぱい持ってって栽培して、はい、面白さにハマった。そうですね。はい。で結構たくさん。こちらジャングルで。家がジャングルで、はい、うちと同じようになっちゃうからね、それ。だんだんね、面白くなってきてね、園芸やり始めると。そうですね。でこうしたらいいかな、こうしたらいいかなってやってると。どんどんハマっていっちゃうんで、うちのねチャンネルでレモンやってる人たちも最初は1本から始めるんだけど、知らぬうちに5本6本増えちゃったね。それでここにさらに、これだけだとね非常に重くなっちゃうんですよ。鉢自体が重くなっちゃって動かすの大変になっちゃうんで、
これバーミキュライト、バーミキュライトにこちらの方を入れて、バーミキュライトで少しかさ増しって言ったらね、いいんですけどね、バーミキュライトで少し重さを軽減させるということですね。で、モンステラ自体あまり、タイとかって大量に入れる必要はないんですけど、とりあえず、レモンと同じように特別なタイと特別なタイと少々混ぜてですね、別なタイを少し混ぜて、やはりね、栄養成分少し入ってないと、植物はやはりね、微生物がたくさんいて、腐食酸という酸を作ることによって、栄養素を分解して入れて、で吸い込まれるというので、ある程度微生物が繁殖できる土壌自体を蓄えるんですね。とりあえずこれでベースとなるものができました。それでこれを先に、ね、少し引き込んでおいて、となるとあさって倒れちゃうんですね。あさって倒れちゃうけど、とりあえず言います、はい、で、このバークは余計な虫が出やすいので、なるべくない方がいいですね。ない方がいいですね。根がね、ぐるぐると渦巻いて巻いちゃってるんですね。でこれとりあえず入れて、まずね、周りを入れてちょっと少し、
してないで。あの2年ぐらい経ったら1つサイズを上げて8本のサイズを上げて植え替えをするといいかもしれない。あまりね、あの大きな鉢に入れちゃうとかえって根腐れを起こしちゃうんで、ワンサイズぐらいで、さっきみたいにあの根っこがあのギューッと張ってる状態ならば植え替えていいんだけど、あまり根っこが入れない場合には植え替えは逆に鉢を大きくしない方がいい。鉢を大きくしてしまうとかえって根っこが腐ってしまう。あの大体あの枯らす原因が水をあげないで枯らすんじゃなくて、水をあげすぎて枯らしてしまう人が大半なので、支柱をね、こうやって下から引っ張ってあげないと、やっぱり抜けるんですよ。あのモンステラ自体が力がものすごく強い。だから力がものすごく強いので、下手なことをぐっと持ち上げられてしまうと支柱が抜けちゃうんで、支柱が抜けないように、下から、ね、押さえてあげると。そうそう、結構ポイントなんですよ。ポイント、トマトもね、ちょうど一気があったから良かったんだけど、なかなかね、こういう木今伐採してるとこが少ないから、一気にまた行かないとね。はい、うちの娘のところがロールハウスなんです。ロールハウス、うん、で、あの薪の暖炉で燃やしてるっていうのを近所の人が知ってるんで、近所の農家の人がいっぱい薪を落としてるんですね。で、たまに遊びに行くと、こういう木やなんかバサッと置いてあるから持ってきてもらってもらってるんだけど、まあ自分はね、あの薪で燃やすようじゃなくてね、うん、あのどちらかというと園芸用にもらってくるんだけど、これでずっとゆるゆるに下の方にゆるゆるに終わったので、こういうところで徐々に火の方ね、木をね、やはりこう選びながらやりたいですよね。これはね、いいとこ気づいた。これ気根って、根なんだけれども、あの下から生えてる根と違って、うん、これは空中に浮いてて大丈夫、うん、空中に浮いてて大丈夫な部分と、それと、これがあまり伸びてきたら土に刺しといてあげると、こういうふうにモンステラ自体がいろんなところに刺さって自分が倒れないようになってる。なんで刺してもらって大丈夫です。こうやってちょっといいところ、いいところで、で、これを浅野君が言うのは、何が来るときに成長の度合いにして邪魔だと思ったら自分に切ってしまう。なんで朝のこういうのを気持ちよくしたみたいな。
目がこっち向いちゃってるんで、僕も支えたいから、もっと短いの差し上げますから。これで、違うね。どっちでも今、
偏ってるでしょ、はい、全部全体的にこっちに葉っぱが出てるんですね、はい、これあの太陽に当ててる方向がこっちがメインだったから、うん、逆にこっちをもうあの正面にして、あで事務所の置く場所によるんだけど、端の方には正面を向けてあげて置いてあげると結構いいかもしれない。カメラの方からこんな感じかな、正面は正面はこんな感じで、この木の枝の部分も見えるようにしてやると、多分こう自然な感じで木のかなっていうで、これでこの子はあふれて、はい、ありがとうございます。あと小さい子やります、はい、小さい子ね、はい、お仕事でよく喋ってるじゃない、ね、それ少し作ります。